ヌビレットは竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。だな。稲妻が鎖国してた時ですら稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかしてナタって人が住んでないのか？いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。おう、かっこよく撮ってくれよな。
って違う！シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても、今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。パッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。そんなことを考えてるのかい？さすがと言うべきか。もちろん呼ばせてもらうから安心してくれたまえ。賑やかなのが好きなんだろ。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね、ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて。写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたあなたのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にあなたもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし、独自の文化もある。ただそういう習慣だから、あそこの人たちはナタを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな、安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ。あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、
行ってらっしゃい。いつでも戻ってきなよ。事前に知らせてくれれば他のみんなも呼べるしね。その時はきっともっと賑やかになる。ナタには宝石が有名な場所があるんだって。仕事が一段落したら私も行ってみたいな。いいのが取れたわ。一枚はバッチリ生地にできそうだし、もう一枚は記念にぴったり。大収穫よ。山がたくさんあるな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ。確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。ひひ、話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。ままに。
岩山八九。 見切りました。
落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上、このまま時間を無駄にしてられないわ。でも君はまだ若いし、5名の継承者なんだから、きっとチャンスはいくらでもあるわ。対して私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきて、もう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。
もっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。うん、いいんだ。私の5名はウッサビーチなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。もし無事にいい成績が取れたら打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけで、これからも友達だからね。うん、時間があるうちに早く強いチームを探して。はあ、また次回どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。あ、ありがとう。大丈夫。家族じゃ見かけない顔だけど、旅の人？おう、オイラたち中に来たばかりなんだ。こんにちは。私はカチーナ、ウッサビーティのカチーナだよ。あ、コメって言ってここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばるピカ星野の巡礼を見に来たんでしょ。だったら今に古名の意味を知ることになるよ。そのなんとか巡礼ってのは何なんだ？さっきもそれについて話してたよな。うん、ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。すっごく注目されてる大会でね、上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか。参加者が多すぎるから、ピカ星野の巡礼は2段階に分かれてるんだよ。最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームが中の各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、5名の継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、大
隊長だよ。今は隊員がいない隊長だけど。同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないと。って思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっとそう思ってたと思うから。5名の継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょう。戦いはあんまり得意じゃないけど回復は早いんだ。なあ、この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。おお、思ったより早かったな。オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで。本当に嬉しいんだ。だって今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。え、そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくとみんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、キカ星矢の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。理由は聞かなくたってわかる。私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ヒヒッ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでもどんな相手とだって互角に戦えるんだ。自信満々だから私の実力も気にしなかったんだね。そうだぞ、困ってる人に手を差し伸べる。オイラたちはずっとそうしてきたんだ。これが
冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者。あなたたちみたいな人見たことないよ。強くて優しい、まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたたちはしばらくナタにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな？勉強？うん、弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ。自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。例えば観光の案内とか。ナタのことをいろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。そうだよな、もうすぐ締め切りとかって言ってたし、あんまり時間がないんだろ？いいんだ、どうせ残りの時間も何もできないから。試合で負けるのはもう慣れっこだし、みんなもそうだと思う。誰も私に期待なんかしてないから大丈夫。それにあなたたちについていって何かを学べたら今度こそ勝てるかも。連れて行ってくれるだけでも嬉しい。じゃあついてきて。うちの部族児玉の子を紹介してあげる。私が生まれ育った場所なんだ。こんにちは、児玉の子のカチーナだよ。好きな食べ物はグレインの実。夢は強くなることで、苦手なものは喧嘩。あれ、こういうことじゃない？じゃあどこかお散歩に行きたいとこはある？この辺りには結構慣れてるから案内してあげるよ。
いざ参ろう。遠くにあるあのでかいやつ、壮観だな。でも落っこちたりしないのか。大丈夫だよ。うちの部族は石を相手に生きてるから、あれは私たちの象徴の一つなの。それにちゃんと固定されてるから安心して。紹介するね。この子は私の仲間で大切な家族のユウちゃん。あなたたちのこと気に入ったみたい。今のも挨拶したんだよ。家族ってナタでは人間と竜ってそんな関係なのか。ナタは英雄の国だけど、竜の国でもあるの。どの部族も竜とは仲良しなんだよ。外から来た人たちはいつもユウちゃんのことをペットだって勘違いするけど、そんなんじゃないの。ユウちゃんはいつも一緒に冒険してくれるけど、ユウちゃんにも自分の家族はいて住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れてうちにご飯を食べに来ることもあるよ。子玉の子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。テペトル竜は人間が好きな竜だから、こんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから一概には言えないけど、そう、みんな仲間なんだ。やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。お前も来たのか。
んとも仲良くなれそう。じゃあゆうちゃんたちはゆっくり遊んでて。私大事な用事があるから終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメ。じゃないとゆうちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。地上に大霊が地下にいるって信じてるの。みんな定期的にここに集まって部族の朝から大霊の夢に関する話と大霊の意思の解説を聞くんだ。大霊は過去だけじゃなくて未来も見通せる、すっごく偉い存在だよ。あれ、カチーナじゃないか。どうしてここに。あ、バカルおじさん紹介するね。おじさんはうちの部族の族長なの。二人はナタに着いたばっかりの旅人さん。冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。こんにちは。単刀直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか。え、そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。私にはわかるもん。感覚だけじゃ両親は説得できないぞ。オイラたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは全部書いてあるぞ。冒険の証。冒険者協会にもいろんな奴らがいるからな。もっと説得力のある証拠がないと。なるほど。お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか。オイラはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ眷属って呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。
そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然？彼女の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でもバカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。疑って悪かったな。いいんだぞ、お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな、周りが気にかけてやらないと。おっと、それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫、まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど足だけは速いからね。カチーナのやつ心配かけたくないんだろうな。なるほど、邪魔して悪かった。さてさっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、あ、ちょうどコメの話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっとコメって言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。コメというのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。私のコメの一番有名な継承者は27回も旅順者の戦争に参加したんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は帰化聖夜の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。コメは物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。
時が経つにつれ、五名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまた、その功績に励まされる。例えば、私みたいにね。今でも、どうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど。でももし、あんなにたくさんの英雄たちも、昔頑張ってきたんだってことを知らなかったら、とっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら、励まされるものも励まされないぞ。孤名についてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。孤名を手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め、自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとう、バカルおじさん。私、元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど、聖火競技場って非化聖矢の巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。そうだよ、エンジン様は非化聖矢の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ、早く行ってくれ。はい、じゃあ行ってくるね、バカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで
会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって非化聖夜の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんなナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場で非化聖夜の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば考えも改まるかも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば小玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット七天神像もあそこにあるよ。さあ行こう。凛々しくてすっごくかっこいいんだ。せっかく来たし、新しい元素力を手に入れておくか。え、七天神像から元素力を手に入れるの？ひひよーく見てろよ。
風の行く先を。これまでと同じなら今頃火の玉を撃ったり火の柱を召喚したりできるようになってたはずだよな。そうなのか、不思議だな。なたってそういう特殊な土地なのか。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも、前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ、やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私、とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたら、きっと腰を抜かすぜ。ククリュウっていうの。高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。出会ったんだよな。いつの間にかこんなに遠くまで来ちゃったぜ。そういえばこれからは長い道のりになると思うから、これをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。
ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。ひひ、甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたからきっと役に立つと思うよ。
ここに来る途中、不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。キャンディーは食べ終わっちゃった？他のものもいろいろあるよ。パン、飲み物、焼きリンゴ、それからご飯物も。おお、まるで歩く食堂だな。いろいろ持ち歩くのが好きなんだ。ママもいつも備えあれば憂いなしって言ってるしね。役立つ機会はあんまりないんだけど今回はちゃんと役に立ったね。あれ？どうしたの？何か悩み事？確かに変だよな。もしかして何かの兆候とかか？もしかしてだけど、ナタのエンジンが他の神と違うのが原因だったりしないかな？どういうことだ？他の国の神は魔人っていう、とっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ、あなたはそうじゃないのか？違うよ、あなたのエンジンはエンジンになる前はみんな普通の人間だったの。人間が神になったのかよ。そんなことができるのか？お前も不思議だって思うよな。これって珍しいことなの？ナタではずっとこうだったから、そういうものかなって思ってたけど。なんていうか、今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのはそう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは私も知らないんだよね。もしかしたらエンジンだけが知ってるのかも。私が言えるのは、たとえエンジンになっても年は取るし休息も必要ってことだけかな。七天神像の姿が今のエンジンと似てるのはただの偶然だと思うよ。エンジンになった人はあまりにも多いからね。エンジンもピコ星矢の巡礼で選ばれるの。自分の力を証明できれば誰だってエンジンになれるんだよ。勝負だけで決まるのか？私たちにとって戦闘は一番多くの要素を試せるものなの。だから一番納得できる方法なんだ。今のエンジンは圧勝したんだよ。みんなの予想通りにね。今年はともかく部族のお年寄りまで
こんなに強いエンジンは見たことがないって言ってた。でもバカルおじさんも言ってたけど、今日の限界は明日の目標になる。だから未来のエンジンはきっとどんどん強くなっていくんだろうね。人間が神になることはさておき、今のエンジンが強いっていうのはオイラたちにとっていいことなのか悪いことなのかわからないぞ。稲妻で起きたことを考えると、心配しないで。エンジン様はとても優しくて親切な人だから、きっと気にかけてくれるはずだよ。そうだな、向こうが何もしてこなくてこっちも何もしない限りは。もうすぐエンジン様に会えるから気をもまないで。そうだな。さて、休んでだいぶ回復してきたぞ。あ、あれって、ああ、あれは念作刻印碑っていうの。中に念作を入れればいいことがわかるよ。ナタ人だけが扱える力だけど、難攻不落。逃げ道はありません。風を知れ。はっはっ、いや、ちょ、念作刻印碑に引き寄せられてきたの。ポカポカでしょ。人懐っこい竜だったのか。うん、何頭かいる中でもトトは一番親切で優しい子なんだよ。この子は毎日ここをぐるぐる回ってるよ。外から来た人にたくましい体を自慢して
顔を覚えてもらおうとしてるみたい。うえ、しゃがんでるぞ。何をやろうとしてるんだ。乗れって言ってるみたい。送ってくれるらしいよ。本当に乗るのか。おいら、やっぱりちょっと怖いぞ。こいつ、めちゃくちゃでかいし。あ、そうか。おいらは隣で浮いてればいいんだから、乗らなくていいんだな。最高の観光ができそうだぜ。高いところは見晴らしが最高だよ。トトとは友達なのか。うん、小さい頃パパとママと聖火競技場でフルーツをたくさん買ったんだけどね、帰り道フルーツを積んだ台車がひっくり返っちゃったの。その頃のトトは今の半分の大きさもなかったけど、近づいてくるのを見て大好きなラズベリーと夕暮れの実を食べられちゃうんじゃないかって思って泣いちゃった。でもね、トトはフルーツを一つも食べなかった。それどころかフルーツを奪おうとする他の竜たちを追い払ってくれたんだよ。それからその大きな頭でドーンって会社を元に戻してくれたんだ。それ以来よくフルーツを持ってきてトトにあげるようになったの。トトって名前も私がつけたんだよ。たくさん食べるし成長も早いから、いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。見て、あそこが目的地の聖火競技場だよ。ここまででいいよ。送ってくれてありがとう、トト。この先の道は歩きやすいから私たちだけで行こう。トトが大変になっちゃうからね。そっか、こいつはでかいもんな。じゃあまたな、トト。
ここで会う約束をしてたんだけど、どこにいるんだろう。もしかしてまだ来てないのかな。とっくに来てんぞ。いつ来たのか忘れちまったくらいだ。なんでこんなに遅いんだ。言っとくけど、お前が無駄にしたのはこいつらの時間だけじゃないぞ。俺の時間もだ。俺の時間。なんだこいつ。変な竜だな。いや、こいつ竜なのか。おい、初対面の人の前でその傲慢な態度はやめてくれ。カチーナが絶対に怒ったりしないと分かってるからって調子に乗って失礼な態度を取っていいわけじゃない。知ったことか。一体何様のつも。おい、何するんだ。さて、こいつは閉じ込めた。みんな、すまなかったな。そこまでしなくていいのに。アハオはストレートな性格なだけだし、私は気にしてないよ。自業自得でしょ。毎回やられても全然学習しないんだもん。やっぱりムアラニちゃんももうついてたんだ。うん、途中で危険な目に遭ってないか心配してたけど、新しい友達ができたんだね。はじめまして、オイラはパイモンだ。ちゃんと自分の自己紹介をしろよな。なんで一人で来たんだ。チームメンバーは。みんなはそれぞれの理由で試合に勝てそうなチームを探しに行ったよ。つまりまた見捨てられたってことか。団体戦をどうにかできたって、個人戦は結局自分の実力次第なんだけどな。でも私のチームにいたら絶対に団体戦で勝てるって保証はできないよ。団体戦の結果はほぼ5名の継承者次第だからね。絶対勝てるって保証できる人なんていないでしょ。自分にそこまでプレッシャーをかけなくたっていいじゃん。それにカチーナちゃんは自信がないだけで本当は全然弱くないってみんな知ってるよ。前回はあと3回勝てば予準者の戦争に参加できたでしょ。
なあ、ずっと聞きたかったんだけど、帰化聖夜の巡礼はナタ人が全員参加するスポーツの大会みたいなものなんだろ？じゃあ余巡者の戦争ってのは何なんだ？前者はあくまで武闘大会だが、後者は本物の戦争だな。相手はナタの永遠の敵、アビスだ。ここにもアビスが。待てよ、それじゃあ帰化聖夜の巡礼の勝者の報酬は戦場に出ることなのか？そうとも言えるかな。だから余巡者の戦争なんだよ。部族の間で競い合って選び出された最強の戦士はアビスを撃退して私たちの故郷を守る。それが物語として記録され末永く語り継がれる。それがナタ人にとって最高の栄誉なんだ。まあね、でも戦争に危険はつきものだし仕方ないよ。アビスと戦うのが私たちの義務だけど、無事に帰ってこられるようエンジン様は祝福を授けてくれるの。人を生き返らせる暗言の歌だよ。暗言の歌？生き返らせる？そうだよ。だからそこまで怖くないはず。それに前に進む勇気だってもらえるしね。とりあえず登録の手続きを済ませよう。もうあまり時間がない。待って、カチーナちゃんはどうするの？まさか本当に一人で団体戦に出るつもりじゃないよね？オイラたち手伝ってやりたいけど、ナタ人じゃないから参加できないみたいだ。大会に他の参加条件はないし、団体戦のチームもかなり多いから戦況は混乱する。どんなに強く経験が豊富な人でも順調にいく保証はない。だが人が多ければ助け合える。人数は多ければ多いほどいいはずだ。ひらめいた。じゃあこうしよう。登録するときに旅人たちに特別な資格を与えてくれないか聞いてみるの。まあ多分無理だよね。でもどっちにしても今回私のチームはちょうどメンバーが少ないから。まさかお前のチームメンバーを俺に託す気か？ご明察。どうかな、君って強いし君のチームに入れるのはメンバーにとってもいいことだと思うよ。俺はそれでいいが、お前らが二人だけになってしまうぞ。二人と一人は全然違うよ。それに私たちが力を合わせるんだもん。ナタに来たばかりのお客さんにだって二人と一人の違いはわかるでしょ。
オイラたちに聞くのかよ。ひひ、そういうことならオイラにもわかるぞ。確かに一人と比べたら全然違うよな。でしょ？我々は一人で戦ったりしない。そんな言葉だって昔から受け継がれてきたわけだし。でも足手まといにならないかな。何言ってんの？ナタ中を探し回ったって、あたしたちに勝てる人なんてそうそう見つからないでしょ。モアラニちゃんは自信家だね。おかげで私もちょっとだけ自信が出てきたよ。はあ、でも5名の継承者2人がチームを組むのって珍しいから、きっと臆病者だと思われちゃうね。別にいいでしょ。ルールで禁止されてるわけじゃないんだし、他人の考えなんて気にしなくていいよ。それにこんな状況じゃそうするほかないでしょ。じゃあ元のチームメンバーへの説明は任せたぞ。そういう面倒事は得意じゃないんだ。わかったわかった。ちゃんとしとかないと私も安心できないしね。エントリーのとこで待ってて。終わったら一緒に行こう。難攻不落。マイ、you